こんにちは。名古屋セラピストオフィス柴田敏夫です。今日も昆虫食の食レポにチャレンジします。今日はちょっと私もね、さすがの私もドキドキしてますけど、とうとう出ました、スズメバチです。昆虫界の王様スズメバチを今日は食レポしたいと思います。ではまず広告のコピーを見ていきます。幼虫、さなぎ、成虫、みんな違ってみんないい。宮崎スズメバチ。宮崎県の自然あふれる里山で有機農業とミツバチの養蜂を営む農家さんによって採集されたオオスズメバチ。自然の恵みですので、資源管理に細心の注意を払い、無理のない採集生産をしていきますということですね。ミツバチにとってね、このオオスズメバチあるいは黄色スズメバチというのは、まあ、天敵みたいなものなので、ミツバチ農家さんにとってはこのスズメバチは、採集した方がいいという感じですかね。はい、では早速開封していきます。おおおうおう、さすがにこれはちょっとドキドキします。私もちょっとドキドキします。はい、見たいですか、スズメバチ。一番大きいやついきましょう。ほら、スズメバチです。これを今日はいただきます。はい、ではおスズメバチいただきます。ちょっと私も手が震えてます。さすがにちょっとドキドキしますけど、じゃあ行きます。うん、もうこれは一気にいっちゃうと多いですね。味付けとしては、食塩、ヘベス果汁とあります。まあこのままね、シンプルな煮干しで癖のないクリアな旨味が特徴ですということです。やっぱり昆虫界の王様というだけあって、まあ歯ごたえも味も抜群ですね。それでこの成虫以外にもこういったサナギも入ってます。じゃあこれもちょっといただこうかな。サナギは硬い。ちょっと歯があんまり丈夫じゃない私にはちょっと硬いですね。はい、これはね、かなりなんかタンパク質的な味がします。まあ昆虫の王様スズメバチ、興味がある方ぜひおすすめします。はい、それでは今日の食レポはこれで終了になります。また今後いろんな昆虫を食べてみたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日はこれで失礼します。バイチャ。